こんにちは、ここは桜木町です。これからね、ランドマークタワーに行くんですけど、ランドマークタワーにはホテルがあるんですよ。で、まあそこで泊まろうかなと。いや、泊まろうかなっていうか、別にそこで泊まるつもりなくてね、どっか安いホテル泊まって明日の大学に備えようと思ってたんですが、なんかね、1泊1万9000円とかのホテルがね、なんか9000円とかになっておかしいから、ちょっと今日泊まっとこうと思って、それで予約したんですね。この目の前にある、まあ、このランドマークタワーですけど、立派ですね。高さが、アベノハルカスができる前は日本一のビルだったのかなと思いますが、それの上層階にホテルがあります。多分この辺がそうなんでしょうね。下のあたりはオフィスビルになっていまして、今でも皆さんが残業中大変お忙しそうです。一番上の階は逆にこっちの方はね、展望台になっていて、700円ぐらい入ると確か入ることができ、神奈川県の特に横浜市を一望でき面白いのですが、この上の部分の暗いところにこれから向かいたいと思います。みなとみらい21地区周辺には安くていいホテルがいろいろとたくさんあり、このワシントンホテルも、ね、結構4000円台とかで一泊できちゃうんですよね。それから向こうの方にもね、いろいろ有名なあの半月状のホテルとか有名ですけれど、あれも実は1泊7000円とかね、見た目ほどには高くないんですよね。すごい高そうに見えますけど、そうでもなかった印象があります。このホテルは高いんですけど、でも今日は当日割引とかでかなり安くなっています。まず桜木町の駅を出たら、あの立派なエスカレーターに乗り、その後動くほど進み、もうほぼ直結みたいなもんですよ。いや、全然直結じゃないんですけど、こんな感じですね。ちょっと上に勾配がかかったなだらかな動く歩道です。この動く歩道の横幅は結構広くてね、こうやって歩いてるだけでもなかなか楽しいですよ。道中でもね、右側に、日本丸、それからこれは大きな観覧車とか、まあ、奥にもこんな風にいろいろと綺麗なイルミネーションみたいなものが揃っててですね、ただ歩いてるだけでも本当に面白いところです。ランドマークタワーに登りに遊びに行くときもよくここから展望フロアに向かうんですけど、切符売り場ね、ここにありますけど、そのすぐ脇の、まあ、オフィスの入り口のところと一緒にあってんのかな、横浜ロイヤルパークホテル、多分これが私の泊まるホテルだと思うんですよね。ロイヤルって書いてあるとなんか高級そうに見えるのが日本人の差だと思うんですが、まあ、あの北斗星にもね、ロイヤルってあってみんなありがたがってたしな、懐かしいです。上に上がったと思ったら下に降りたりしてね、ロビーがどこにあるのかよくわかんないんですけど、多分下の階になるのかな。内装も大理石でなかなか立派です。エレベーターもきらびやかな。あ、なるほどね、入り口はランドマークタワーの本当の地上階なんですね。そこに本当の入り口があって、そこにまたロビーもあり、上のオフィスの脇の入り口から来た人は一旦下に降りてからまたエレベーターに乗るということです。チェックインも済ませましたけど、なんか最近ね、こんなところばっかり泊まってるような気がするんですよね。まあそれはいいんですけど、なんか公衆電話コーナーがあって、昔はいっぱいあったんでしょうね。今はもう撤去されて、ただのこういうスペースになってますが、今でも一つ残っています。面白いですね。かなりいいホテルなんだろうな、いいホテルなんだろうなっていうか、いいホテルに安く泊まれるから今回はホイホイとついてきたわけです。ホイホイとついてきたって別についてきたわけじゃないです。自分で予約して泊まってるんですけどね。で、着きました。54階です。54と書いてあります。ここはレギュラーフロアとかスカイリゾートフロアとかなんかいろいろありまして、階層によってね、ランクが分かれていて、そのランクを、まあ、その階層にちゃんとこう名前つけてるみたいなんですけど、予約した時にまだ上の方の階空きがあったらしいんですね。プラス、4000何百円で最上階のデラックスルームみたいになりますけれど、いかがですかって言われて、なんて言ったかな、もう忘れちゃいましたけどね。でも階が67階で、私の階は54階、もう54階で十分だなと思いましたんで、それ以上はですね、上げるということはしませんでした。そしたら、そのスタンダードレギュラーフロアみたいな普通のフロアの中ではかなりいい方の部屋にね、アップグレードしてくれたそうでして、意味わかります。有料でお金払ったらすごいいい部屋にアップグレードしますよって言われたんですけど、まあそれはいいと言ったらば、空室ホテル空きがあるとね、そのホテルに初めて泊まったお客さんとかは、まあ、ホテルの印象を良くするためなのかわかんないんですけど、国際線の飛行機でもね、エコノミークラスかビジネスクラスになるみたいなありますけれど、空いている上級の部屋に無料でアップグレードしてくれるってことがあるんですよ。で、その最上級の部屋に無料でアップグレードしてくれたわけではないですが、無料で、ちょっといい部屋にアップグレードしてくれたってことなんですね。だからこの無料アップグレードを、ね、もし最初にお金払って4000何百円で最上階にしちゃったら、そしたら無料アップグレードを受けられなかった、そういうことですね。ラッキーとかこれフィット開きました。
でですね、入りましたけど、すごいです。ちなみに今回の宿泊料金ですが、1万2000円ほど1名で払ってるんですけれど、まあ、いや、宿泊料金の話は後でやります。ようこそ横浜スカイリゾートミネルブウォーターを無料でご用意。まあ、やっぱいいホテルに行くとそうなんですよね。昨日泊まった名古屋城のホテルもそうでした。これはお茶セットかな。このお盆に乗ってね、これすごいですね。この画面と今本物と見比べてるんですけど、画面の外側、つまり本物の方がより豪華に見えますね。これなんだろうな。開いた。冷蔵庫？え？こんな冷蔵庫見たことないですね。あ、そうですか。はいはい、これは何かな。お、あ、グラスが予備で入ってますね。あ、これまたすごいね。これもちょっと開けといた方がいいですね。これはなんだ。なんかこう中にコップみたいなの入ってますけどね。まあちょっと私にはもうわからない世界なんで、まあそれで、あ、そうですかとこう閉めてきますが、まあここのすごいのはやっぱ内装。見てくださいこれ。なんだこれ。ピントがカメラもビビっております。昨日もね、あそこ名古屋城の、キャッスル名古屋に泊まりました。お前なんかこう、またお前ツインルーム一人で泊まって、こう一人でシングルルーム泊まれようと思って、なんかこういうところになるとシングルルームとかないみたいなんですね。でね、私ちょっと調べたんですけど、まあ見てもらえます？まあ私はレギュラーツインを申し込んだんですが、まあ結局レギュラーツインよりもちょっと広い部屋になったようでしたけれど、これを申し込んだんですよ。で、これ大人2名だと9722円なんですけど、同じ部屋を大人1名で申し込むと、なぜかこれ同じ部屋なはずなんですけどね、11574円なんですよ。おかしいんですよね、これね。だからまあ税込みで12500円、15000円で、1人でね、2人分っていうことにして申し込んで、それでもうそのまんま、こう1人で泊まっちゃったっていう方がまだ安いっていう、こう不思議な状態になってます。まあ、これ多分私の間違いでなければそうなんですけどね。だからね、とにかく1人で予約するより2人で予約した方が安かったんで、今からね、誰か電話して、もしもし、すいませんけど、1000円あげますから、ちょっと一緒に誰か僕とランドマークタワー泊まりませんかっていうのをやった方がね、1000円分私が得するわけなんですけど、まあ、そういうことはしません。あ、これあれですね、ビジネスクラスの座席みたいなやつがありますけど、ここにこうオットマンがついてて、こうまたね、足をベラーっと伸ばして座れるやつです。もうこれだけ寝てるような生活だって最近はしてるわけですからね。夜行バスとかエコノミークラス、そこに比べれば天国。はい、おお、なんだこれは。おお、これすごいですね。これね、一人でこうゲラゲラ笑ってるのを見てね、皆さんがどう思うか分かりませんけど、なんだこれは。こう、はあ、これあれですよ、私一人で泊まりましたから1万2000円かかってますけど、もし二人で泊まればね、一人5000円しか使わないでこの部屋泊まる、おかしいのではないかと思いますが、これ多分たまにこういう狙い目のことがあるんでしょう。これ通常であれば、一泊で、1名だか2名だか知りませんが、1万9000円ぐらいするわけですけど、すごいね。ああ。ベイブリッジも見えますよ、あっちに。ちょっと景色今から見ますか？一回電気消してもいいんですけど、もうこのままでも十分綺麗ですね。いやすごいな、これ。なんかその写真の上手い人の写真見てるみたいな、ちょっと私も言葉がうまく発せなくなってしまいましたけど、こっちがおそらくは東京方面だと思うんですけどね。スカイツリーとかそういうやつあんまり見当たらないな。あれは新宿のドコモタワーだな。あっちが新宿なら、こっちが丸の内コモ。あった。これはスカイツリーかなと思いますけどね。東京タワーですかね。まあ、ちょっとどっちかわかんないですけど、とにかく素晴らしい夜景だ。へえ、こんな横浜綺麗なんですか。横浜国立大学、ちょっとこう、皆さんも見た方がいいですよ。横浜国立大学も、これも両方とも同じ横浜ですからね。横浜がこれだと思っちゃダメですよ。こういうところも中にはある。これは写真は一例だということをよくね、覚えておいてもらいたいですね。なんかこう、わざわざ、ね、せっかく自分のいる横浜をそんなディスり倒すこともないと思うんですけど、これ東京タワーか、スカイツリーじゃないですね。東京タワーがあるならスカイツリーもどっかありそうですけど、ちょっと本日は霞んでるんで、あったあれがスカイツリーですね。両方ともまあ大体見えるわけですけど、スカイツリーはぐるぐる回る照明がついてるんで、こうやって見ればわかります。しかしほんと綺麗だなこれな。おかしいな。横浜駅方向が確かこっちですね。これ横浜駅ですかね。ちょっとわからんな。しかし素晴らしい景色です。まあせっかくなんでね、もうちょっと景色のご説明とかしといた方がいいかなと思います。この下のこの道路ありますけど、この道をずっとこう手前側に辿っていくと桜木町の駅、目の前にはこのホテルの名前知らないんですけどね、有名なみなとみらいの、これもまたシンボルたる半月型のホテルがあります。これでもね、
確かに今気づいてみると、あのホテルから見た景色も確かにいいだろうなとかいつも見てて思ったんですけど、でもね、あのホテルの最上階よりもこのランドマークタワーの一番下のフロア52階の方が高いわけですから、まあ、それはホテルの位置によって景色の見え方もまた違うんでしょうけれど、相当このホテルいいと思うんですよね。それからあとは有名な観覧車、さっきはね花火とかも上がってました。時間になるとこういろいろぐるぐる動く演出とかをすることもあります。こっちには鶴見翼橋っていうんでしたっけ、それもありまして、左の方は京浜工業地帯、まあ、ちょっとね今の時間では分かりづらいですが煙を上げているのも見られます。多分明日の朝になるとまた日が昇ってきて、ここからこの辺りが忙しく活動している様子もっと分かるんじゃないでしょうか。この辺の明かりはいわゆる工場夜景です。多分炎が燃えてるのどっかあの辺だと思うんですけどね。 JR の川崎火力発電所などもあります。それからこちらは東京方面ですが、まあ、港区のビル群とかですかね、六本木ヒルズとかが多分どっかこの真ん中のこの辺のやつ、この画面真ん中が六本木ヒルズだと思うんですよね。でさっきも一度映しましたが、よりくっきりご覧いただいてるんじゃないかと思います。東京タワー、この辺はもう多すぎてどれがどれやら全く分かりませんが、ただ巨大なビル群がごそっとあって、あ、東京は横浜よりもさらにすごいんだなと思います。まあいつか東京の夜景の綺麗なホテルに泊まることもあると思いますんで、またその時は部屋を真っ暗にして楽しみたいものです。はい、じゃあ次にですね、これ多分気になると思うんですよね。これね、あ、これか、出たよ。あのシャワー室があって、それからこっちにバスタブもあって、こっちにもシャワーが浴びられるってですね。カーテンも、カーテンないの？そういうもんなんですかね。カーテンなかったらこっちにビチャビチャ水が行くと、あ、だからシャワー浴びたい人は基本的にこっちで浴びるって、あ、そういうことか。あの、アスカ2にね、乗った時もそうだったんですけど、風呂って普通は、あの、一つね、ここにこうカーテンがあって、それで下がってるっていうイメージなんですけど、そうじゃないんですよね、高級なところになるとね。シャワーと入浴をこう別に設ける。しかもこれあれじゃないですか。あの、ホテルの、あの、こうよくね、あるタイプですけれど、あの、昨日泊まったところもそうでしたが、こうトイレと風呂の間ちょっとこう離れすぎてますね。これすごいね。なんかこれが離れてるってだけでちょっと普通と違う感じがするんですけど、これもまたなんかこうシャワーカランとか書いて、あ、ちょっとなんか見ると古いような、ね、文字の字体ですけれど、まあともかく別にこれは古い字体であるからどうでもいいんですが、豪華な作りっていう感じがしますね。これひねったらお湯が出るのかな。出ました。まあ、それは出なかったらちょっとあれなんですけどね。出たよ。これもまたこういうちょっとなんか生かしたホテルみたいなのだとこうですよね。こう丸いこういう感じのやつなんですね。いかにも風呂の線みたいな形をしないこういう線、これもまたちょっとこういう感じのホテルになるとありますね。それから、ジェルなんとかストンヌンカンヌン、これは私はロクシタも忘れちゃいましたけどのあれかなと思ったんですけど、まあ、それは違いそうですが、あのね、なんかこう日本のね鉄道車両のあのエンブレムみたいなのでもこういうこうライオンとかそういうのが脇をこうかたどって、だいたい豪華列車にこういうのをねこう取り付けるってことあるんですが、書いてあるのこれ知らないんですけど、ロンドンイングランドとか、まあ、ロンドンのイギリスのこうブランドですね。これあれですよ、あの銭湯とかに置いてある安そうなシャンプーとかとは全く格が違いますからね。ただ一応わからない人のためにこれシャンプーイングって書いてあるのかな、これシャンプーとかね、シャンプーイング、これわかんないですね、コンディショナー、ジェルデドルチェ、これボディーソープ、じゃあこれ書いてくれないとわかんないですね。確かに親切なあのラベル貼りが、なされていました。タオル、浴室備品等を追加ご希望の方は客室係までお申し付けください。あ、そうですか。あの、追加で持ってきてほしかったら言うと、こんな50何階までエレベーターに乗って持ってきていただけるってことなんですね。これは何ですかね。これ立派な箱です。オープンザドア。おお、こういう風なものにアメニティを入れるってもあるんですね。昨日の、泊まったあの、ホテル名古屋キャッスルも一個一個の袋に入っててすごかったですけど、歯ブラシね。それからこれなんだ。こういうやつも。ちなみに、昨日泊まった名古屋キャッスル のやつがまだ手元にあるんですけど、あっちはね、あれもまたすごくて、カミソリがこういう何枚も刃になってるやつ、まあ、こっちは普通のカミソリですけどね、こういうのはあのところによってどこまでこだわるかっていうの違いますんで、面白いと思います。あとは気が利いてるなと思いましたけど、これは脱衣カゴですね。多分そうでしょ、これ。まあ、こんな、お前なんかゴミだからこれに一旦運びに出してやるみたいなやつじゃないと思うんで。あの服をこうここでね、脱いだ後どこにあるのかさ、まあ、この中に入れとけばいいとか、まあ、大抵もうこういうホテルになると次はあれですね、バスローブみたいなのがあるんじゃないですか。
じゃあ見てください。はい、これ絶対、バスローブ、バスローブないのか。大体ね、高級ホテルっつったらバスローブみたいな感じですけど、ここはなかったんで、別にまあなくてもいいと思うんですけど、ゆっくり、でも、寝巻きがあるはずだもんな。それを置いてないのか。これ寝巻きですね。なんかさ、触り心地がいいね。これなんか、素材がなんか絹かなんかでできて、ちょっとこうさ、触ってみましょうね。へぇー、すごいね。こんなでも、ラベルとかそういうの書かないのかな。洗濯、これは40度以下のもみ洗いをしてくださいみたいな。ラベルってなんか大体どっかありますけどね。あ、ついてないわ。まあちょっと私が教養が足りないばっかりにこれの素材を皆さんにお伝えできないんですが、でももしかしたら化学繊維かもしれません。すいません。で、あとはですね、こんなの見つけたんですけど、これもすごいですよ。多分今の時刻はもう8時22分か。このホテルがすごいすごいってそんな時間になっちゃいましたけどね。これの、これ何かなと思って、まあ、時計とかアラームとかね、それから観光情報とかそんなんだろうと思ったら、これ、いや、室内灯って書いてあるんですけどね、これいきますよ。室内灯ってボタンを押すとね、これつくんですよ、これが。まあ、ちょっとそこだけじゃなくて、多分他のところも本当はつけられるはずなんですけど、まあ、こういう風にこう、なんていうの、こう押すだけでね、部屋の明かりをこう変えるみたいな、まあ、あるのは知ってましたが、エアコンもこれで操作できるみたいですね。まあ、これでいいかなと思うんですけど、ちょっと温度下げたり上げたりもまあできるみたいですね。メインメニュー。他は何？あ、これであれか。ドンドゥスターブみたいなのありますけど、これでできるってことか。まあ、あとはこれが画面がいらないっていう時はこういうこともできるし。へぇ、ホテルサービスってのは何かな？ご宿泊、館内施設、レストラン&バー。あ、こういうものがありますよっていうのをこう教えてくれるってわけですね。へえ、すごい立派なレストランですよね。まあまあ、ここまでのレストランはいいかな。今回は素泊まりで利用ということになっています。あとは、まあ利用規約とか約款とかね、誰も読まないやつが丁寧に掲載されてますけど、宿泊をしようとするものは、名前と到着予定時刻と、それから、料金を申し出るってどういう意味なんですかね。それから当ホテルが必要と認める事項を、申し出なければならないということになっています。宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、まあ、つまりもう一泊延長できませんかといった時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして勝利する。へえ、そうなんですか。それ、面白いなと思いましたけど、まあこれずっとやってるとね、もうただ約款を読み上げるチャンネルになっちゃうんで、まあこのぐらいにしておきたいと思います。じゃあ、あとはもういいかな。明日の朝までまたちょっとね、くつろいで、朝の景色もね、ちゃんとご覧に入れますからね、お楽しみに。はい、そんでね、翌朝11時、なんだ、電話かかってきてな。なんだ、間違い電話でしたね。今の時刻は11時3分です。これあら、偶然でこんな、まあ割と普通の人に比べればなかなか有名な人間にこう、間違い電話ってすごいことだと思うんですよ。まあまあそれはいいです。ですね、チェックアウトの時刻は11時なんですけど、今11時3分、3分過ぎる。お前なんてことしてんだと思う。ちょっと待って。そんなチェックアウトどこより重要な問題、これちょっと鉄道マニアの人しかわかんないと思いますけど、今東高輪島駅に、ちゃんとこれ、ね、立派ですよ。こう東高島駅が見える。ブルーサンダーと、PF がなんか、後輪が、ホッパー車を引っ張って、まあ、それでちょっと映したかったんですが、まあ、チェックアウトの時刻ついてますけどね、それはね、大丈夫です。ちゃんと、チェックアウト、延長できますかっていうの、11時チェックアウトなんで、10時40分頃に電話しておきました。チェックアウトの電話、時間延長できますよか。はい、チェックアウトの時間は3時間単位で、お部屋の料金の 30% になっても、お客様のプランはですね、チェックアウトは11時ではなく10時となっておりますよね、みたいな、そんな感じで、もう40分も過ぎてたんですか、すいませんって感じだったんです。もうその時点で、ね、やっぱホテルに迷惑かけてんじゃないかと思うかもしれませんが、もう私もね、今回はジャランで予約した方が安かったんで、また例によってジャランネットの直前割引をこう、ね、使って予約したんですけれども、しかしですね、チェックインの時にはチェックアウト11時って言われたんですね。まあ、間違いだったのか、本当に11時が正しかったのか、部屋のランクが上がったことによって変更があったのか知りませんが、まあ、とにかく、大丈夫なようです。で、改めて、昼の、景色ですね。もう朝ってより昼だろうな。立派ですけど、さっきまで見られなかったものがいっぱい見られております。この左手前方向、こっち方向がね、桜木町駅なんで、まあ、そっちは見えないんですけど、これですね、新横浜。東海道新幹線の新横浜駅です。その脇にある、これが新横浜の名のあるホテル、新横浜プリンスホテル。この間もね、泊まりましたけど、もう全くこうなんかね、規模が違いますね。新横浜プリンスが下に見えるってすごいことですよ。自分の泊まっているホテルから。このホテルは決して高層階というわけではありませんが、まあ、いや、ホテル自体が高層階なんだな。ホテルの中では高い方ではありません。こんな感じですね。それから、あとは何を見ましょうか。まあ、やっぱ東京方面かな。ちょっと見てもね、どのビルがどうとかわかんないんですけど、多分都庁
とかもあると思うんですよね。多分どっかあの辺に映ってんだろうな。見てもわからんな。やっぱりあのドコモタワーぐらいしかわかるものはないですけど、ここでもずらっと並ぶ東京のビル群が圧巻です。まあ、この辺はでも新横浜プリンスからも同じように見えますけどね。ともかく街で一番高いホテルに泊まるというのが、高いビルに入っているホテルに泊まるというのは結構重要なことかもしれないですね。このランドマークが一番大きなビルなわけですが、まあ、そこからね遠くをあの見渡せば遮られるということが基本的にありませんので、まあ、この光景はとても素晴らしいんですが、東京方面の景色に関しては新横浜プリンスホテル、あそこに見えているあのホテルでもまた同じように楽しむことができます。まあ、これはつまり新横浜でねあれより高い建物ないですから、他に遮られるものがないと、まあ、同じことですね。まあ例によってみなとみらいのこの観覧車とかも見えるわけですけど、大桟橋は見えないんだな、こっからではね。あとはベイブリッジ、奥には千葉県、あ、これは東京湾アクアラインの海ほたるの、海ほたるじゃない、アクアラインの換気場ですね。どっかに海ほたるもありそうですけど、ちょっとそれはここからでは見つけることができませんでした。ちなみに大学に行かずなのになぜチェックアウト延長してるのかと思うかもしれませんが、あのこれはですね、大学に行く日を間違えちゃったんですねすいません。町が発展しすぎてほとんど分かりませんけど、東海道線の電車が走ってるのも一応は見えます。あれ湘南新宿ラインだろうな、位置的に。それから川崎市側の工場群はこれでしょうね。よく鶴見線とかでご覧に入れるあの東芝の工場がどこにあるのかはちょっとと見てもわからないんですけど、さっき見つけた限りではハウス食品、アサヒビール、キリンビール、日産自動車などいろいろありました。これは何だろうか。あ、奥には成田エクスプレスが走ってるってことは、こっちは川崎の工場じゃないな、こっちだな、ちょっと内陸の方に行き過ぎちゃいましたね。工場群はこの辺です。これもまた立派な眺め、望遠の遠くを望むことができるレンズ、やっぱりそういったものでね、あの景色を楽しむともう何倍もこういう展望スペースを味わうことができます。なんかぐるぐる回ってるのは風力発電だな。あれは京浜東北線かな、横浜線かどっちか分かりませんが、東神奈川駅の脇にあの車庫がありますけどね、その車庫か、そこと、それからその手前にある東高島駅を両方眺められる、これすごいんですけど、ちょっと鉄道マニアに寄りすぎた解説になってる気はします。じゃああとですね、もうこれで大体景色の解説も済んだかなと思いますけど、まあ、お腹減ったんで今回はちょっとデラックスにやろうと思いますよ。この部屋代がなんだって、まあ、普通よりは安く泊まってますからね。どこかこの辺だと思うんですが、三菱地所グループカードキャンペーン、これ入会するとどうなんですかね、ちょっと一応見ておくか。ザ・クラブロイヤルパークホテルポイントが貯まる、これでいつものお買い求めもので、2% の優遇、まあこれ通常か、なんかそうじゃない普通のところだったら 1% をポイント還元、三菱地所グループカード提携施設でのショッピングのご利用は2ポイントで、ここで泊まればさらにこのクラブロイヤルパークホテルズポイントも貯まります。でこれに貯まると、入会いただいたその時から、やっぱこれあるんですね、このクラブロイヤルパークホテルズポイント、あつまりこのロイヤルパークホテルズってのは別にあのここにしかないわけじゃなくて三菱地所グループのホテルなんですね。そうするとなんかこうポイントをつくのがあのプラチナになって、まあ快活クラブ、ネットカフェもそう、快活クラブの例と比べたらですけど、それでこういうふうにあの還元率がホテルに泊まった時は上がるってことだな。でこれルームサービス、スペシャルフルコースディナー、これちょっとまずあれだし、17時から24時、なんだそうか、今の時間やってないのか、やってないのか。でもこれなんか昼ご飯とかないの、ミッドナイト、そうか、真っ昼間ってないんですかね、ちょっとこんな上の方の階だからね、下まで降りて注文するのめんどくさいなと思ったんですけど、そうか、昼間はやってないのか、しょうがない。でその後ですが、チェックアウトもして、それからあとはあの喫茶店に入ってですね、しばらく仕事などしていたんですが、これが泊まったホテルの外観というか、まあランドマークタワーを下から見上げただけなんですけどね、下のあたりのこの辺まではオフィスでして、多分この上のここから上なんですかね、この辺から多分ホテルになってるんだろうと思いますが、もう垂直真上に見上げなければ自分の客室がどうなのか、まあ、よくわからない、まあ多分こっちの面じゃないでしょうけどね、そんなところです。50何階からその上に、まあ、52から67までの15階分、それが全部ホテルの客室になってるっていうのは、それだけでも結構なことですよね。よく考えればそうですよ。だって15階建て分のホテルがあそこにあるんですから、そりゃ客室数も多いわけです。
なんかね、朝食も写真に撮りたくなる朝食とか書いてあったんで、じゃあ写真にたっぷり撮らせてもらおうかなって、よく考えたらね、撮れよかったんですが、それはまた今度なんかサンライズとかで朝着いた時にここで朝食だけ食べるってこともできるらしいので、またそれはそれで動画に撮ってもいいかなと思いました。多分ですよ、朝食単品で予約できるのかどうかちょっとそれは分かりませんけどね。あとはあの今回はね、19時チェックイン、10時チェックアウトというプランだったわけですが、私もそんなに詳しくはないんですが、それがあったのはなんかジャランネット、まあ、本来はねジャランとか使わないで普通にあのホテルのホームページとかで予約した方が安くなる構造をしているのが多いと思うんですが、まあ、それはジャランで見つけましたね。でそれから、その19時チェックインということでしたが、当日のね夕方5時台ぐらいにそれ探したらあったんで、もしかしたら本当の直前に空室が余っていないとこれほど安いプランというのはないのかもしれません。それはまた皆さんでも改めて見てみてください。ホテルの予約のプランが何時から出てくるとか、そういうのはねちょっとさすがに私も一つ一つ詳しく知ることは難しいですからね。ご視聴ありがとうございました。